フレキシティフレキシティクラシック、ライプツヒシデン NGT12 レイ型電車、NGT12 レイ型は、ドイツライプツヒの路面電車である、ライプツヒシデンに在籍する電車。ボンバルディアトランスポーテーションが展開する、超低床電車ブランドである、フレキシティクラシックの一つで、38型とも呼ばれる。2000年代初頭、ライプツヒシデンを運営する、ライプツヒ運輸有限会社は、 老朽化が進行し騒音も課題となっていたタトラカーを置き換える新型電車の導入を発表した。シーメンスやシュタトラーレールなどヨーロッパ各地の鉄道車両メーカーが参加した入札の結果、ドイツベルリンに本社を置くボンバルディアトランスポーテーションが2003年に受注を獲得し、同社が展開するフレキシティクラシックを導入する契約が同年11月に交わされた。 また2006年にはドイツで開催された FIFA ワールドカップの観客輸送に備えて2005年9月に追加発注が実施されたほか2010年1月にも急編成が発注されたドレスデン市電が2003年以降導入した NGTD12DD 型電車をもとに設計された45メートル級の長大編成が特徴で NGTD12DD 型と共にフレキシティ クラシック XXL とも呼ばれる。これにより置き換え対象であるタトラカー3両編成を上回る輸送力が確保されている。編成は片運転台式の5車体連接車で先頭車両、後部車両及び3両目の中間車両に車軸付きのボギー台車が設置され、台車がないフローティング車体である2.4両目の中間車両を挟み込む。動力台車は 保守や費用、走行特性の面で有利な従来の構造を取り入れているため、低勝率はその部分を除いた車内の70%である。運転台部分を含め、車内には空調が完備されている。最初の編成は2005年6月6日に、ライプツヒシデンの車庫に到着し、6月8日から試運転が実施された。その後、同年9月18日から、 営業運転が開始したが、その際に障害が発生し、運転を停止する事態となった1200には、同年中に修理が行われた。翌2006年の FIFA ワールドカップ開催までに一時車となる12編成が揃い、世界中から訪れた観客輸送で高い収容力を発揮した。同年から2007年までに二次車が導入され、利用客が増加し続ける。 ライプツヒシデンの輸送力確保に大きく貢献した。2011年から2012年にはさらに9編成の増備が実施されたが、これらについては全面方向膜が改良されたほか、車内に車内案内表示装置が追加されており、38R 型として区別されている。これらの33編成には、世界各地の都市の名前が付けられており、導入当初は、 ライプツヒの姉妹都市と FIFA フフワールドカップの試合会場がある都市が由来となっていたが2012年以降は姉妹都市と路面電車が走る世界の都市に変更されている。ありがとうございます。